こんにちは、柴田です。今日はルーパーで遊ぼうという動画です。でルーパーで遊ぼうという感じなんですけれども、一番有名なのはこちらボスのループステーションなのかな。一番シンプルで使いやすいというふうな感じで、僕も2年ほど前に一人遊びするために買ったんですけれども、最近はですね、このルーパー、こういうマルチにもですね普通に入ってるんですよね。この G1X4、 あと G3N、 Zoom の G3N にも入ってますし、ボスの GT1 にも入ってますね。で、まあマルチとね、このコンパクト、まあ言ってみればこれ値段同じぐらいなんですよ。まあどっちも1万円ぐらいだと思うんですけれども、なんでループだけの機能で1万円、こちらマルチ機能が入ってて1万円かっていうと、大きな差はですね、レック時間ですね。この Zoom の G1X4 のルーパーの録音可能時間なんですけれども、30秒になっております。まあダビング、オーバーダビングはできるんですけれども、30秒なんですごく限られますよね。こちらのループステーションなんですけれども、まあなんと12分重ねられるので、まあそんな重ねないと思うんですけどね。まあっていう利点があります。まあしかしながらですね、僕がなぜ今日こちらを使って遊ぼうかというふうになったのは、まあ以前ラブレプリカの動画でもご紹介させていただいたんですけれども、リズムが入ってるんですよね。リズム音が入っていてループを重ねられるので、ドラムが鳴りながらギターを重ねていけるというところでは、こっちよりも遊びやすいなというふうに感じております。なので今回はリズムとループを使ってルナシーのジーザスのイントロをやってみたいと思います。では中身見ていきたいと思います。まずリズムですね。リズム。まあ一番重要なんですけれども、パターン、ロックンロール。まさかのロックンロールで、カウントオンの BPM185、ボリューム83というふうな感じにしております。まあ BPM とボリュームはお好みで良いと思います。パターンも、まあお好みでいいんですけれども、まあこれが一番雰囲気あるかなっていうところで、こちら側押すと、というふうな感じですね。まあこれが一番雰囲気っぽいものは出せたかなっていうところで、こちらを選んでおります。でルーパーと重ねていく方法なんですけれども、ルーパーはこちらのルーパーボタンを押して、ここを押すだけでもうレックが始まるんですが、リズムと一緒に鳴らす場合はですね、まずリズムをオンにします。でルーパーを押すと、カウントが始まるんですね。カウントが始まった後にレックが始まります。もう一度いきますね。まずリズムをオン、ルーパーを押すと、で自分のタイミングでレックが始まるというふうな感じですね。ちょっと試しにやってみましょうか。ちょっとヘビーな音にしております。まずリズムを押して再生で、ルーパーを押します。でいいタイミングで、ここに自分で行きたい
感じでやっていきます。で、音ですね、音を見ていきましょう。今回は簡易に作っておりますメタルワールドのみです。中身見ていきましょうかね。ゲイン90、ベース90、トレブル100、ボリューム80と、まあ、いかつい感じですけれども、な感じで、では実演奏をこの後もう一度流したいと思います。という感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ、ルーパーの楽しさを分かっていただけましたでしょうか。まあ、ぜひぜひですね、こちらマルチにも今入っているので、音を楽しむだけではなくてですね、まあ、一人セッション気分を味わうっていう部分でも、このマルチでリズムとループを使ってぜひぜひ家でですね遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。